おはようございます。はい、タイさん、おはようございます。モーカさん、おはようございます。おはようございます。今日は曇りです。今日はちょっと皆さん見てください、コート着てる、春物のコートですが、そのオートバイに乗るとですね、結構寒いんですね。ですから、もしコート着てなかったらかなり寒いです。リエさん、マユちゃん、おはようございます。コート着ております。はい、ここはですね、パノラマのとこですね。曇っています。パノラマが見えますが、やや曇ってますね。はい、放送が始まるまで、我慢してました。ありがとうございます。放送待ち遠しいんですが、嬉しいですね。そうです、私たちはイエス様に会うのが待ち遠しくなければなりません。私たちは何に期待してるんですか？私たちはイエス様に期待しているのです。イエス様に注目をするのです。私たちの喜びはイエス様から来ます。私たちの力はイエス様から来ます。コプタッチさん、おはようございます。ですから私たちは、イエス様を求めます。アキトさん、ハレリア。私たちは、その大事なことが分かってきたんです。本当に人間として何が大事か、何が必要か、どうすればいいかが見えてきたんです。以前は分かりませんでした。以前は漠然と生きてましたけど、今は真理が分かってきたんです。それは聖霊を受けたからです。聖霊様は真理の御霊です。ちょっと野の花、何咲く、イエス様おっしゃいました、野に咲く一輪の花は、ソロモンの、映画より、着飾っている。神が作った野の花は、野の一輪の花は、人間のあらゆる、良いものよりも美しいということですね。あと皆さん、柿がですね、柿がちょっとこう実を結んできてますね。これ柿ですね、柿。まだまだ小さい実ですけど、これからだんだん大きくなると思いますが、柿がなっています。アキトさん、神はいつも僕が迷った時に助けてくれます。僕も神を信じています。今も僕の心の中にいます。素晴らしい。アキトさんの心の中にイエス様がいます。アキトさんの心の中にイエス様がいます。あと黄色い花、多分これはですね、月見草、わかりませんが、ちょっとしか咲いてません。もう終わっちゃった。月見草ですね。月見草。こっちが咲いてるかな。いや、もうちょっと枯れてるのかな。月見草ではないかと思います。ですね、皆さんね、ちょっと、これ枯れてますよね。草が枯れてますが、これは多分ですね、すいません、スマホが1個落ちました。すいません。すいませんでした。スマホを一つ落としました。これはですね、多分除草剤、除草剤で、枯れているわけですね。はい、それではですね、今日のタイトル、聖霊とは、
聖霊とはというタイトルですが、どういうことかと言いますと、今度はですね、日曜日はペンテコステですね。今度の日曜日はペンテコステです。つまりですね、聖霊が注がれる、聖霊様が注がれるということです。で、父子聖霊、父子聖霊、三位一体のことですね。父、天のお父様、子なるイエス様、聖霊なる聖霊様、三位一体、ぜひこの三位一体を信じてください。私たちは三位一体の神を信じています。信仰のない方は、信仰のない方はですね、聖書の神様を神様とは言わないでしょう。他の宗教の神は神様と言うかもしれません。でも普通、無神論の人も、無神論の人も神とは言うけど神様とは言わないでしょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神様というようになります。しかし、社会派とカトリックではイエス様と言うかな、ちょっとそこのところはっきり分かりませんが、シャンさんおはようございます。シャンさんおはようございます。社会派とかカトリックではあまり、イエス様と言わないんじゃないかと思いますが、間違ってたらごめんなさい。しかし福音派はですね、福音派はイエス様と言います。福音派と聖霊派はイエス様と言います。それから、聖霊のことをですね、聖霊様というのは聖霊派だけだと思います。社会派、福音派、カトリックでは聖霊様と言いません。ですから私たちは聖霊のことを聖霊様と言います。私たちは聖霊主義なんですね。聖霊主義、聖霊派は聖霊様を強調する聖霊主義です。ですからカリスマ派ペンテコステ、カリスマ派ペンテコステが聖霊派です。で、聖霊を強調するということはどういうことか、それを今日のタイトルなんですね。で、今度の日曜日がペンテコステです。イエス様がその聖霊を注いでくださった。マサさんおはようございます。イエス様が聖霊を注いでくださった。タケルさん、同じイエス様を信仰し聖書が経典なのにどうしてそんなに派閥があるんですか。例えばタケルさん、統一教会とか、モルモン教とか、エホバの証人の人たちも聖書を使います。聖書を使ってても、ね、三位一体を信じないんです。だから聖書をどう解釈するかということが問題です。カトリック社会派ではですね、聖書の記事を信じないんですね。エデンの話とかノアの洪水とかイエス様の奇跡を信じません。だから聖書を読んでも信じなければ、全然信仰は違ってくるんですね。そして、福音派は聖書の言っていることを信じますが、聖書のことを信じることが福音主義と言いますが、しかし聖霊様の働きを信じないんですね。聖書にある聖霊様の働きを信じないので聖霊主義ではないんです。だから同じ聖書でもね、同じ聖書でもそれを信じるか信じないか、ね、信じるか信じないかが大事なんです。アインポンさんおはようございます。ジャンクさん、父子聖霊の御霊って聖霊様のことですか。そうですね、聖霊様のことですね。それで、聖霊様を強調する、聖霊様を強調するのが聖霊派です。そして、信仰はなければ聖霊をもらえないんです。イエス様を信じない人に聖霊はもらえないんです。イエス様を信じていても、ね、
イエス様を信じていても、そのなんて言ったらいいんでしょうかね、心から悔い改めないとか、誰かを許してないとか、それから本当に、イエス様に対して正しい、ね、悔い改めがないと、正しい信仰がないと聖霊をもらえないんです。だから聖霊様を、ね、もらえるかもらえないか、これは、ね、神様の、まあなんて、神様の認定と言ったらいいでしょうか、神様のお墨付きと言ったらいいでしょうか、神様が、ね、あなたの信仰は、あなたの信仰があなたを救った、それが聖霊様は神様の、まあ、保証ハンコなんですね。それがエペソ1章に書いてありますね。エペソ1章に聖霊様は神の保証であり証印であると書いてあります。つまり、どういうことかというと、聖霊を持ってるか持ってないか、ね、聖霊様が与えられたか与えられてないか、それがですね、永遠の命を持ってるか持ってないか、イエス様を持ってるか持ってないか、天国に行けるか行けないか、それが聖霊様の、ポイントです。ですからイエス様もおっしゃいました。聖霊を冒涜する者は永遠に許されない、聖霊を冒涜する者は永遠に許されないとイエス様がおっしゃったのはそういうことです。つまりイエス様を、聖霊様を持ってないと、聖霊様を持ってないと救われないということですね。ですからぜひ皆さん、聖霊を冒涜しないでくださいね。聖霊様を冒涜すると永遠に許されません。聖霊様を歓迎してください。ベニーヒンという人がいますね。ベニーヒンという人は、キャサリン・クールマンという人の働きの後任の方なんですけど、ベニーヒンは 本を書きましたけど、その時の本が聖霊様おはようございます、聖霊様おはようございますという本を書いてたんです。つまり、聖霊様との個人的な交わりがある、個人的な変わりがある、それが聖霊派です。聖書の中に聖霊の交わりという言葉があるんですね。聖霊の交わり、まあ祝祷の中にあるんですけど、その聖霊の交わりこそ聖霊派なんです。聖霊の交わり、聖霊の交わりっていうのは聖霊様と関わる、聖霊様とこう関係を持つということです。それは聖霊を受けなければ、聖霊を受けなければできないことなんです。ですから聖霊の交わりを強調する必要があります。祈るというのは聖霊様に祈っているということになるでしょう。シャンさん、自分の罪を心から悔い改めないと聖霊様の油注ぎをいただけないですよね。その通りです、その通りです。新海さん、それはですね、キリスト教のパクリなんですね。キリスト教のパクリですね。大乗仏教っていうのは、大乗仏教っていうのはキリスト教のパクリで、その小乗仏教とは大違い、小乗仏教とは大違いでキリスト教のパクリ、それが大乗仏教なんですね。タイさん、第2コリント13の13、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方とすべて共にありますように。これが祝祷ですね。これが祝祷。まあ LTL では祝祷はないんですけど、伝統的な教会ではこの祝祷があります。しかし祝祷しても聖霊の交わりがなければ意味がないんです。この祝祷したからといって聖霊の交わりができるわけではありません。大事なのは実際に聖霊の交わりを持たなければ信仰ではないのです。メイダさん、今日は YouTube お休みです。ごめんなさいね。朝はですね、 YouTube がちょっとうまくいかないんです。朝は YouTube は諦めました。夜だけ YouTube して、朝は録画になります。
ですから申し訳ありません。日本の宗教は大乗ですね。日本の宗教は大乗仏教です。ところで牧師はいつまで私を無視し続けるつもりだ。いや、そんなことないですよ。ゆうびさん、私は無視してません。私は自分の意思でそんないかがしい行為したことないんだから。無視はしてませんよ。ただ、私はコメントはですね、リスナーの方にのためになるようなコメントしか読みません。悪コメは読みません。これは伝道放送ですから。伝道のためになるようなコメントしか読まないんです。だから、リュウビさん、ね、信仰コメを打ってください。信仰コメを打ってくだされば、読むかもしれません。ぜひ、皆さん、その全てのコメントを読むわけではありません。信仰コメだけを読みます。ただニコ生の方はですね、コメントが多すぎてちょっと全部この選びきれないというところがあります。新海さん、ロングより聖書の方が古いですよ。ロングより聖書の方が古い。はい、それでですね、聖霊様についてもうちょっと話していきたいと思います。聖霊様は何か、霊ですよね。聖書の中に神は霊だという言葉があります。神は霊、霊というのは、ね、ちょっとこう分かりにくいですね。霊、神は霊である、神は霊である。そういう意味で聖霊は神の霊、聖霊様は神の霊です。そしてまた主は、御霊である、主は御霊であるかな、主は御霊であるという、そういう言葉もあったと思います。つまり三位一体ですよね。三位一体、聖霊様を持っているということは父なる神を持っているということであり、聖霊様を持っているということはイエス様を持っているということになるんです。メイダさん、死んだら天国で聖霊様は見えるのでしょうか。ですね、コロンビアのロドリゲス、ちょっと名前が出てこないな。コロンビアのロドリゲス牧師はですね、聖霊様を歓迎し、テーブルに座ってもらったことがあるんだそうですね。聖霊様を自分の目の前に椅子を用意して聖霊様を座ってもらった。聖霊様を歓迎したんですね。その時からリバイバルが起きたそうです。それを真似してですね、聖霊様に椅子を用意する牧師が増えました。あ、主は御霊です。ありましたね、タイさん、ありがとうございます。第2コリント 3-17 に主は御霊という言葉がありますね。主のあるところには自由がある。主の御霊のあるところには自由がある。いいですね。皆さん、多くの人が不自由を感じるのは、聖霊様がいないから。聖霊様がいないから自由がないんですよ。聖霊様のおられるところ、聖霊様のおられるところに喜び、平安、自由があるんですね。ですから神の国はそういうところです。神の国は、聖霊による喜び、聖霊による自由、それが神の国ですね。花さん、おはようございます。それでですね、そうです、聖霊様に満ちて、聖霊様に満ちることが信仰です。聖霊様に燃えることが信仰です。聖霊に燃えると2つのことがあります。1つは御霊の実ですね。御霊の実っていうのは、聖霊に満ちてると、自分が変えられていく。御霊の実は9個あります。9個ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、
善意、誠実、柔和、自制。今日買ったかな。つまりどういうことかというと、聖霊に満ちると。聖霊に満ちると愛に満ちる。喜びに満ちる。平安に満ちる。寛容になる。親切になる。善意を持てる。誠実になる。セルフコントロールができる。柔和になる。まあ、そんな感じですね。ですからクリスチャンはそういうことですね。聖霊に満ちたクリスチャンは、聖霊に満ちたクリスチャンは愛がある。神の愛ですよ。神の愛に満ちる。喜びに満ちる。平安に満ちる。寛容になる。柔和になる。皆さん、これがクリスチャンの特徴です。これはイエス様の特徴でもあるんですね。神様の特徴であり、イエス様の特徴、それは、聖霊、ありがとうございます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。これは神様の特質。そして、イエス様の特質。そして、聖霊に満ちたクリスチャンの特質になります。そして、聖霊を持っていないと。聖霊を持っていないと、このような実を結ばない。この反対の実を結ぶということですね。反対の実。愛だったら愛がない。喜びだったら喜びがない。平安だったら平安がない。寛容だったら不寛容。親切だったら不親切。善意だったら悪意。誠実だったら不誠実。皆さん、聖霊を持ってないというのは大変なことだということですね。聖霊を持ってなければ、全くめちゃくちゃになってしまうということです。シャンさん、私たちはまずイエス様と信頼関係を作ることで、信仰イコール御言葉を学び、天国へ向かうのだと信じています。そして、それが御霊の実です。ですから、私たちは信仰によって聖霊に満ち、御霊の実を結ぶことを熱心に求める必要があります。皆さん、御霊の実を結びましょう。それが神様がの御心です。神様の御心、それは私たちが30倍、60倍、100倍、良い実を結ぶことです。その良い実というのは人間的な、肉的な良い実ではありません。聖霊による良い実です。聖霊による良い実。これが神様の御心です。ですから、しかしそれは聖霊が与えられてこそ、聖霊に燃えてこそ結べる実であって、もし聖霊が持っていなければ結ぶことはできません。憎しみを持った人はいつまでも憎しみます。怒りを持った人はいつまでも怒りを持ちます。聖霊が与えられてこそ怒りがなくなり、聖霊が与えられてこそ憎しみがなくなり、聖霊が与えられてこそ喜びが来ます。多くの人が喜べないのは聖霊様を持っていないからです。多くの人が不安なのは聖霊様を持っていないからです。多くの人が意地悪なのは聖霊様を持っていないからなんです。皆さん、理解したでしょうか。理解しましたか。それからもう一つのですね、側面、それは、御霊の賜物というのがあります。御霊の賜物はですね、神の力と言ったらいいでしょうか。神の力という、それも9個あるんですね。9個あります。御霊の賜物はですね、まず異言ですね。これ聖霊派の特徴です。異言を語る。それから予言をする。それから、癒しをする。それから信仰の賜物というのがあります。これは普通の信仰じゃなくて特別な信仰なんですけど、信仰の賜物。それから知識の言葉っていうのは聖霊様が言葉を、与えます。それから知恵の言葉、知恵の賜物、聖霊様が知恵をくれます。この間ね、知恵の話をしましたけど、聖霊様が知恵をくれます。異言の解き明かし、異言を解き明かせる賜物というのがあるんですね。それから霊を見分ける賜物、霊的なことを見分ける、ね、
それも聖霊様から来る能力です。それからあと何だったかな、奇跡の賜物、奇跡の賜物、そういう賜物があります。そういうふうに9個の賜物ですね、9個の聖霊の賜物、この聖霊の賜物のことをカリスマと言います。カリスマ派というのはその聖霊の賜物を強調する、聖霊の賜物を強調するのがカリスマ派ですね。カリスマ派シャンさん、聖霊様がとつながると苦しみから解放されて笑顔も増えていきますね。アメンアメン、苦しみを取ってくれます。洗礼に使う水、水道水ですか、ミネラルウォーターではダメですよ。ミネラルウォーターでもいいと思いますよ。ちょっと虫がいてごめんなさい、虫がいます。カズミンさん、精霊の賜物を受け取れるような素直な心になりたい。そうですね、第一コリントの14の1はですね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を熱心に求めなさい、予言することを求めなさい、そういう、聖書の命令もあります。カリスマ派は、愛を追い求め、予言することを求め、精霊の賜物を、求めます。それが精霊派とも言えるでしょう。はい、そういうわけで皆さん、御霊に満ちる、御霊に満ちて、精霊様に満ちて、精霊の実を結ぶこと、これこっちが大事ですね。賜物より実の方が大事だと思います。まず御霊の実を結ぶこと、これが神の栄光です。賜物があってもね、賜物があっても実がなかったらおかしいんですね。予言ができてもね、実を結んでなかったらそれは失格と言えるでしょう。異言が言えても、ね、愛がなかったら虚しいとパウロは言いました。ですから御霊の実を結ぶことが一番です。御霊の実を結ぶことが一番、また御霊の賜物も用いましょう。それがその両輪ですね。御霊の実と御霊の賜物をによって歩む、これが、聖霊派と言えるでしょう。メイダさん、御霊に満たしてください。はい、それからですね、もうだいぶ時間過ぎてます、時間過ぎてますね。それからですね、聖霊様を受けると、聖霊様を受けると、聖霊様のことを助け主、ヘルパーですね。ヘルパーという言葉があります。つまり聖霊様がいろいろ助けてくれる、教えてくれる、イエス様の言葉を教えてくれる、真理を教えてくれる、聖霊様によって神の知恵がもらえる、聖霊様によってアイデアをもらえる、インスピレーションをもらえる。私たちは、昨日おとといの話ですが、私たちは神の知恵で生きなければならないし、その祈りでいろんなことができる、聖霊様を持ってるがゆえに祈りが叶えられます。もし聖霊様がですね、いなければ、いくらイエス・キリストの名によって祈っても、聖霊様がいなければですね、祈りが叶えられにくいと思います。絶対叶えられないとはちょっと言えませんが、聖霊に満ちてこそ祈りが叶えられると考えましょう。ですから、カトリック、社会派、福音派の人たちがいくらイエス・キリストの名によって祈っても祈りが叶えられない理由は、またモルモン教、統一教会、英語の商人の人たちが
イエス・キリストの名によって祈っても祈りが叶えられないのは聖霊様が与えられてないからですね。聖霊様が与えられてなかったら、いくらイエス・キリストの名によってもそれは空回りなんですね。ぜひ皆さんそのことをしっかり理解してください。聖霊様に満ちてこそ、聖霊様に満ちてこそ祈りが叶えられるんだよということですね。タイさん、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊様がいらっしゃると御言葉 が、与えられるということですね。そして聖書を読んでも聖霊に満ちてなければ聖書がなかなかわからない。聖霊に満ちると聖書は聖霊様の、霊感によって書かれたものですから、聖書もですね、聖霊に満ちて読むか読まないか、いくらですね聖書を読んでも聖霊を持ってない人が読んでもよくわからないんですね。聖霊に満ちてこそ、聖霊に満ちてこそ聖書がよくわかるんです。それが聖霊派ですね。それが聖霊派です。そしてもう一つ、聖霊様はイエス様を告白するとあります。イエス様を告白する、だから私たちはイエス様を告白することが必要です。もしイエス様を告白しないなら、それは聖霊様の導きではないということです。イエス様を告白すればするほど聖霊に満ちます。つまり伝道すれば伝道するほど聖霊に満ちるということです。また愛し合うところ、兄弟姉妹が愛し合うところに油注ぎがあります。つまり聖霊が与えられるということです。クリスチャンの基本です。イエス様を告白し、兄弟姉妹愛し合うならば、油注ぎが来て聖霊に満ちることができます。その聖霊に満ちる、聖霊と交わる、これがとても大事なポイントです。今度の日曜日はペンテコステです。聖霊が与えられた日です。皆さんがその聖霊の交わりをよく理解して、ああもっと油注ぎが欲しい、聖霊を持ってない人は聖霊が欲しいと祈ってください。聖霊を持っている方はもっともっと油注ぎが欲しい、もっともっと油注ぎが欲しいと願ってください。ルカにはですね、求めなさい、そうすれば与えられます、そうすれば、求めなさい、そうすれば与えられます、天の父は聖霊を下さらないわけはないでしょうとありますから、求めなさい、そうすれば与えられますと、一つの大きな意味は聖霊様のことなんですね。何でも祈っていいんですが、でも一番大事なものは聖霊を求めることです。聖霊を求めることが一番の必要なことなんですね。ちょっと明石タイムなくなっちゃいましたね。明石タイム、それではですね、明石タイム、イエス様を信じて聖霊を知った証、イエス様を信じて聖霊様が与えられて御霊の実、御霊の賜物を与えられた証、スタート。ジャンクさん、キューちゃん牧師から聖霊様の大切さを再認識しました。私はまだまだ罪深く弱い信仰ですが、イエス様を信じ抜き、義や愛、情けなどを心に持ち続けたいと思いました。御霊の実、御霊の賜物をどうか私に与えたまえ。アメン。ジャックさん、いいとこ分かりましたね。ぜひ求めてください。熱心に求めなさいとありますから、御霊の実、御霊の賜物を熱心に求めてください。熱心に求めてください。マドンナさん、聖霊も人格を持ってるんですか。デビッド・テイラーの本を読みますとですね、もうびっくりすることが書いてありました。聖霊様がですね、デビッド・テイラーに会いに来られたんですね。で、そのイエス様のような姿なんです。まあイエス様の霊ですからね。イエス様のような霊ですが、実はその聖霊様は真っ白ね。もう上から下まで真っ白で、で羽が生えてるそうですね。羽がまさに白い鳩ですね。白い鳩、
皆さん、イエス様に聖霊様が下ってきた時には白い旗のように下ってきたと書かれていますけど、まさに聖霊様は真っ白な羽を持ったお方、不思議ですよね。と思いますよね。聖霊を見た方は本当に、少ないと思いますが、デビッド・テイラーは聖霊様の真っ白な姿を見たそうです。モーカさん、御霊の賜物をいただきたいので熱心に求めます。もっと解放されたい。アメン。そうです。世の中の人たちは欲を求め、お金を求めていますが、そうではありません。私たちは、神様に求めます。聖霊様を求めます。聖霊様を求めることがとても大事だということを理解してください。また愛を求めてください。神は愛ですからね。愛を求めること、そして聖霊様を求めること、これがとてもとても大事なんです。モーカさん、御霊の賜物をいただき、あ、これ読みましたね。ユウさん、心の中から怒りがなくなりました。毎日穏やかに笑顔で過ごせることに感謝します。まさに聖霊様の働きです。ユウさんが穏やかになったのは聖霊様の働きですね。まさに、御霊の実を結ぶようになりました。タイさん、伝道部屋といっても恋愛のようで、御霊を聖霊を感じます。アメン。油注ぎです。タイさん、油注ぎですよ。その油注ぎがとても大事なんですね。シャンさん、イエス様を信じてイエス様の伝道配信が私たちは絶対必要なんだと再認識しました。そうです。イエス様の伝道が必要です。イエス様の伝道が必要です。皆さん、まだ 99% の日本人の人が救われていないんです。悪魔に縛られているんです。もうそれを放置できるでしょうか。それを放置できるでしょうか。私たち一人一人は無力かもしれません。私たちは、弱いです。でも聖霊様によって、聖霊様によって、変えられていくと思います。そして私たちが一致するならば、一致するならば、聖霊様は強く働くと信じます。ですから、私たちは一緒に伝道する必要があると思います。一緒に伝道することによって聖霊様が働くと思います。9割というのは、99% だから日本人ですね。日本人の 99% はまだイエス様を信じていないということですね。どうして多くの日本人は偶像崇拝、悪魔崇拝しているんでしょうか。それは理由があります、ね、理由があります。多分北イスラエルと関係があるんじゃないかと。北イスラエルの人たちが日本に来たという話がありますが、まあ、それと関係があるかもしれません。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、聖霊様のことを知らなかったけど、聖霊様のことを少し理解できた。自分にとって必要なのは聖霊様が必要だったんだ。聖霊様をもらわないと自分の心は変わらない。聖霊様をもらわないと愛がない。聖霊様をもらわないと喜びがない。聖霊様をもらわないと平安がない。やっと分かった。真理は分かった。聖霊様は真理の御霊。聖霊様は真理の御霊。イエス様を信じて聖霊様が欲しい。イエス様を信じて油注ぎが欲しい。もう本当に、全身全霊で、全身全霊で求めたい。もう心を尽くして聖霊様を求めたい。聖霊様を受けたい。もう本当に一番必要なものが分かった。お金ではない、欲ではない、この世のものではない、本当に必要なものが分かった、イエス様を信じて罪を悔い改め、これからはイエス様の教えに従って聖霊に導かれて歩みたい、聖霊様に導かれて歩みたいという人、アメンと言ってください。アメン。シャンさん、悪魔の
策略に負けずイエス様と共に戦い続けます。カズミンさん、聖霊様のことをよく知りませんでした。教えてくださりありがとうございました。アメン、アメン、アメン。アメン、アメン。天の父様、感謝します。以前は悪霊によって支配されてました。偶像崇拝によって、罪によって、不信仰によって悪霊に支配されてました。しかしイエス様と出会って、イエス様を信じて聖霊をくださいました。聖霊によって悪霊が出ていき、私たちの心は清められ、また悪霊の悪い思いがなくなってきました。イエス様、どうぞ私たちにもっともっと聖霊をください。聖霊を注いで悪霊を追い出してください。私たちから悪霊を追い出し清めてください、神の清い霊、神の清い霊で満たし、私たちが良いもの、神から来る祝福、霊的な祝福、霊的な良いもので満たしてください、病気の方は癒されますように、悪霊が出ていきますように、いろいろな、その呪いが断ち切られますように、呪いが断ち切られて聖霊の実を結ぶことができますように、聖霊の賜物を与えられますように、イエス様、どうぞアメンと言った方々が聖霊を受けて救われますように、聖霊を受けて救われますように、そして、喜びに満ち、平安に満ち、神の愛で満ちますように、神の愛で満ちますように、イエス様、どうぞ聖霊に、聖霊の火をつけてください。聖霊の火をつけてください。聖霊の火で燃え上がりますように、今アーメンと言った方々の心が聖霊の火で燃えて、信仰の火で燃えて、悪いものを焼き尽くしますように、悪い言葉、悪い行い、悪い心が聖霊の火で焼き尽くされますように、焼き尽くされますように、焼き尽くされますように。そして、私たちが一致することによって、私たちの祈りによって、この日本に聖霊の大雨が、聖霊の大雨が降り注ぎますように。イエス様、どうぞ日本に、もうすぐ梅雨ですが、日本に聖霊の大雨、後の大雨、聖霊の大雨が降りますように、聖霊の大雨が降りますように。この偶像崇拝の国に、この不信仰な国に、憐れみによって聖霊の大雨が降り注ぎますように。イエス様、どうぞ日本のペンテコステ聖霊様をください。聖霊様をください。日本に聖霊様をください。イエス様、与えてください。聖霊様をください。日本にください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、期待しましょう。素晴らしいことが起きます。日本に素晴らしいことが起きます。聖霊の大雨が来ます。聖霊の大雨が来ます。人々の心が変わります。聖霊によって人々の心が変わって、驚くべきことが起きます。期待しましょう。人間の力ではありません。神の力です。期待しましょう。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム、シャローム。聖霊待望、聖霊待望の祈りをしてください。聖霊待望の祈りを一日中してください。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。